レイモンド・メリル・スマリアンは、アメリカ合衆国の数学者、ピアニスト、論理学者、老僧ーー哲学者、記術師。ニューヨーク市のファーロックウェイに生まれる。最初は、記術師をしていた。1955年に、シカゴ大学から学士を得る。1959年に、プリンストン大学から博士号を得る。アロンゾ、チャーチのもとで学んだ数多くの結出した、論理学者の一人。 スマリアンは、博士課程にいる時の1957年に、ジャーナル・オブ・シンボリック・ロジックに論文を発表し、ゲーデルの不完全性定理が1931年に、ゲーデルが発表した論文よりも、初等的な形で、形式形を考察できることを示した。ゲーデルの不完全性定理に関する、現代的な解釈はこの論文から始まっている。その後、スマリアンは、 ゲーデルの不完全性定理における魅力的な部分がタルスキの定理から必然的に導かれることを示した。タルスキの定理は不完全性定理よりも容易に証明できて哲学的に不完全性定理と同じような不安を与えるものである。数理論理学において古典的な限界を与える定理に関してスマリアンが修正金をした成果は以下の文献で読むことができるスマリアンは 数学パズルや論理パズルに関して多くの書物を表している。最も有名な本は、この本の名は、楽しい論理パズルである。スマリアンの論理学の問題は多くは、古典的なパズルを拡張したものである。ナイトとネーブというパズルは常に真実を話すナイトと常に嘘を吐くネーブとからなる。このパズルは二つの扉と二つの門番のお話の基礎になっている。 このお話において、門番の一人は常に嘘を吐き、他の一人は常に真実を話す。扉の一つは天国に通じていて、他の扉は地獄へ通じている。このパズルは門番に一回だけ質問をして天国へ通じる扉を見つけようというものである。答えの一つは、もう一人の門番が地獄へ通じていると答える。扉はどちらですかというものである。 このアイデアは1985年の映画、ラビリンス、魔王の迷宮で使われて有名になった。さらに複雑なパズルにおいて、スマリアンは、ノーマルズというキャラクターを想像した。さらに、はい、または、いいえと答える代わりに、はい、または、いいえを意味する単語で読者が、どの単語が、どの意味を表すのかわからないパズルを作った。 このパズルは最難ドンリパズルとして知られていて、上記のようなキャラクターとパズルに基づいている。トランシルバニアパズルにおいては、住民の半数は狂気であり、偽の事実を信じていて、他の半分の住人は正気であり、真の事実のみを信じている。これに加えて、人間は常に真実を語り、バンパイアは常に嘘を吐く。例えば、狂気のァンパイアは、 偽の事実を信じていて、常に嘘を吐くので、二二が四に等しいという。正規のヴァンパイアは、二二が四に等しいと知っているが、常に嘘を吐くため、そうでないという。人間についても、真と偽を入れ替えて、同様な発言が得られる。つまり、正規の人間と狂気のヴァンパイアは常に真の事実を話し、狂気の人間と正規のヴァンパイアは常に偽の事実を話す。 スマリアンの本、決定不能の論理パズルにおいて、ゲーデルの不完全性定理が、通俗化されて、形式系及び形式系において証明可能という、代わりに、論理的な人及びその人の信念に関する、発言という形に変形されている。例えば、ナイトとネーブの島の住人が、論理的な人に対して、あなたは自分がナイトであると信じないという場合、 論理的な人はその住人がナイトであるか、または、例部のどちらかであると、矛盾に陥らない限り信じることができない。この状況に対応する定理は、任意の形式形 S に関して、この命題は、形式形 S においては、証明可能ではないと、解釈できる数学的命題が存在するということで、ある。もし形式形式が無矛盾ならば、形式形式においてはその命題、または、 否定命題のどちらも証明不可能となる。検査官クライグはスマリアンのパズル小説によく登場するキャラクターである。彼は自然に考えると数学的な解を持つ犯罪の場面にいつも遭遇する。そして問題がだんだん難しくなるにつれて彼は質問の原理的な意味を理解し始める。最後にその小説は検査官クライグが犯罪を解決し、 その数学的論理的原理を理解できるようにする。検査官クライグは一般に問題の形式的理論を学ばないが、スマリアンは通常は章をいくつか用意して、検査官クライグの冒険の後で読者にアナロジーを示す。スマリアンの本、数学パズルモノマネトリをマネるは結合し論理への娯楽的な導入となっている。論理について本を書いたり教えたりすることとは別に、 最近は、スマリアンは、バッハや、スカルラッティやシューベルトなどの作曲家による彼の好きな、ピアノ曲を録音してリリースした。いくつかの録音は、ピアノ協会のウェブサイトから、ビデオ、ランブルズ、リフレクションズ、ミュージックリーディングスとして得られる。スマリアンは、また、天才スマリアンのパラドックス人生という次元も、出版している。2001年にスポリーという、 ドキュメンタリー映画監督がこの映画にはタイトルはいらないというスマリアンの映画を作った。スマリアンは老僧ーー哲学に関する書物を何冊か出版している。老僧哲学はスマリアンが伝統的な哲学的問題の多く、または全てを解決すると信じているもので、数学や論理や哲学を一体に統合するものだと信じている。ありがとうございます。